はい、清水です。今日最終日です。今日は今からね、お土産をいろいろ買ったり、ちょっとご飯食べたりね、台北をうろうろしてみたいと思います。よしよし、よいしょ。あーもう、チャオフェン、あげあげ、美味しいチャーハンが食べたくてね、良さげなところをちょっと Google で探してタクシーで向かってます。女子どうしよう。应该在那边啦。OK, thank you. Thank you. Bye bye. Bye.ここかな、魔のチャーハン、やばそうですね。どうしてチャーハン、なんか Google の情報とお店の名前が変わってたな。美味しいかな、違う店になっちゃったのかも。はい、来ました。ロースチャーハン、肉のチャーハンですね。見た目は至ってシンプルなチャーハンです。チャーハン大好き。いただきます。普通にうまい。はい、ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。このフードパンダってやつもね、 Uber Eats みたいなデリバリーサービスなんですけど、最近よく見ますね。はい、今からちょっと買ってくるのを頼まれたものがあるんで、お土産の定番ビーフアジェンバスで行ってみたいと思います。台湾の漁師バッグのでっかいやつ買ってきてくれっつってね、頼まれてるんで、ここで買ってこう。無事バッグも買いました。まだちょっと時間あるんだね。もう一箇所ぐらいどっか行ってみようかな。なんかタクシーのおじさんがファンキー。まだちょっと飛行機の時間まであるんで、ウェイフォンゴンチャンっていう新しくできたショッピングモール行ってみたいと思います。これ英語でなんて言うんだったかな、ブリーズなんちゃらっていうとこだと思うんですけど、行ってみたかったんでね。ダーンの方ですね。ブリーズナンシャン到着しました。台北101があって、ほんと道挟んですぐ隣ですね。ここはまだできたばっかみたいなんですけどね、来たことなかったんで一回行ってみたかったんですよね。まあ、僕の狙いは主に食べ物系ですけどね、食品とかね。僕の狙いはね、主にデパ地下です。僕もワインの輸入やってるんでね、ワインコーナーは必ずチェックしちゃいます。山崎、ジャパニーズワインも結構ありますね。すごいな、軽井沢100万ぐらいですねこれ。ちょっといいお菓子とかがいっぱい売ってて、お土産にいいかもしれない。何これ、台南甘味園、台南
干面。日本語できます。あ、日本語できます。すごい。全然紹介できます。これは。こちらはごまソース。ごまソース。白ごまのペースト。へえ。これにします。1個でいい。はい。なんで日本語できるんですか。留学してた。すごい。沸いてから2分ぐらい、2分茹でればいいです。2分沸いて茹でて、うん、で水切ってソース入れる。 OKOK。 スープなし。スープなし、あ、OK。 はい、ありがとう。ありがとうございます。スターバックスリザーブでも行ってコーヒー飲みたかったけど、ちょっと時間ないんでね、駅に向かいます。空港線まで来ましたね。今で地下鉄で空港に行きます。桃園空港着きました。帰りはね、スターフライヤー初めて利用します。荷物もね、30キロまでついてますね。今回の最後の晩餐は空港のフードコートのね、ここにしてみます。なんか熊野への台湾スナック、まああのビールに惹かれてね、ここにしちゃいました。セントレア戻ってきました。スターフライヤーね、なかなか良かったですね。ご飯もね、結構美味しくて、席もゆったりしててね、これはいいなと思いました。また利用したいと思います。とりあえず、次に台湾に行く予定は、予定がうまくいけば10月の末からね、歩いて台湾一周2ヶ月間旅してみるっていうね、計画を今立ててますんで、お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。